研究ルーム保有の目の前です。研究者は誰もおりません。はい、時刻は5時前です。珍しいんですよね。献血ルームで見たのは初めてです。これは丸は未来を変えたいなら、これはどなたのサインですかね。ちょっと分かりませんね。2016年5月です。姉さんもとってもお似合いですよ。あ、姉さんだって。よかったね、お母さん。マイナス5歳メガネは、メガネなかなか。私を見せる色、色々。ほら、何をすれば会話が弾むのによ。何をすればもっと仲良くなれるのによ。さあ、何をしよう。水耕場、甲州科学から生まれた。何を。
取り旅を続けるその先に、なかなか哀愁を感じませんか。いずれにしてもその放浪生活は実に2ヶ月にも及びます。今回のように街中を、まあ、長距離から放浪するというスタイルがあれなんで、サビの生態に詳しい大内教授はその要求に注目、こんな思いを描いていました。今回の放浪などが昔の宿敵を、まあ、達成に聞いているご存知でしょうか。はい、なんですって、申請が来ないんですか。こちらは今年の12月28日の閉所ですね。私前に来てるんですよね、平成21年の7月に。でその時よりも広いんで、これリニューアルやってますよね、4、5年前にね。あ、そうですか。寂しいですね、せっかくリニューアルしたのにね、はい。で今度は山口県の赤十字血液センターが、あれが FOU になるんですか。山口県の宮古、山口線で行く、行ったことがあるんですが、宮古っていう駅かな、うん、下車駅、最寄りの、あ、神山口か。歩くんですよね、少しね。あそこがこういうふうになる、リニアですね。じゃあまた行ってみましょうかね、じゃあね。はい、そうですか。じゃあこんなところでよろしいですかね。何かの PR っていうかすることないですか。何か別にですか。それで、はい、じゃあこれで止めますね。はい、よし、止めます。